碧山、穏やかで上品な顔立ちに、額には力強い王の文字が刻まれており、平和でのんびりした雰囲気があふれています。碧山、額に王の文字が刻まれ、大きく生き生きと輝いた目に、まっすぐ伸びた鼻、きれいに揃った歯、まばらに生えた眉毛とひげ、穏やかな直手法で玉と紐がしっかり握られています。この風水絵と陰山廟の石将軍は同じ霊石から彫られたものであると伝えられています。